文学史。今日は四代目鶴屋南北について勉強していきましょう。四代目鶴屋南北、1755年生まれ、江戸後期を代表する歌舞伎狂言作者として知られます。南北は九代将軍徳川家重の統治下の江戸に染物屋の息子として生まれました。20歳の頃より歌舞伎作者として活動するようになり、22歳の頃より初代桜田治助の門に入ります。その後も多くの門を叩き、金井三笑、並木五平らに師事しました。25歳で歌舞伎役者三代目鶴屋南北の娘と結婚。その後も20年以上にわたり下積み時代を続けました。1804年、49歳の南北は名優として知られた歌舞伎役者初代尾上松緑のために天竺徳兵衛異国話を書き下ろします。舞台上の水槽に飛び込んだはずの松緑が直後に華やかな着付けとなって上げ幕から颯爽と現れるという早変わりの趣向が評判を呼び大当たりとなりました。これが出世作となり、間もなく桜田治助、並木五平らが亡くなると、南北は名実ともに当代の代表的歌舞伎作者として知られるようになります。当時は徳川の最盛期を過ぎたばかりの余裕のある時代であり、刺激的な物語が好まれました。南北の作品もその特徴を示したものが多く、1817年に上映された桜姫吾妻文章は当時歌舞伎の代表的な主題の一つとして知られた清源桜姫物語を脚色し、陰美ながら魅力的な物語に仕上げています。その中でも七代目市川團十郎が悪役の一人二役、五代目岩井半四郎が幅広い演技が必要とされる桜姫を演じ、役者の技術が引き立てられるような登場人物像を作り上げていることも特徴です。南北の代表作として知られるのは1825年に初演が行われた東海道四谷怪談です。同時代の風俗を描いた気世話ものでありながら怪談ものでもあり、歌舞伎史上においても1、2を争う傑作と言われます。音棒堀の戸板返しなど劇的な舞台効果を数多く取り入れ、現代においても繰り返し上演映画化されるなどの人気を博しています。その他にも1829年に亡くなるまで多くの傑作を残したのでした。以上。